ピカン名物かな。名物？でもそこまで拒否されるなんて何か深い事情がありそうですね。事情？もしかしてスイーツが嫌いだとか？さすがに違うでしょう。スペちゃん、チケゾー先輩見つけた。今行きます。スペシャルウィーク、ちょっといいか。勧誘やはりうまくいってないのか。あの、何か事情があるなら教えていただけませんか。ねえ、ねえ、オグリキャップのワンコそばショー。駅伝の間にワンコそば1000杯食べられるのか。こっちも負けずに盛り上げますよ。それでは主役の登場だ。なんとオグリキャップすでにお腹が出ている。ウォーミングアップで食べてきた。発想が常人の逆。波乱の幕開けを予想させる本日の挑戦、お見逃しなく。はい、どうぞ。オグリキャップのワンコそばが始まっています。オグリさん、すごいペース上げてくれ。オグリキャップのワンコそば、全くスピードが落ちない驚異の胃袋。オグリキャップ、まだまだ余裕だ。仕掛ける。どうした、オグリキャップ。残り613枚です。なんと、何がいけなかったんだ。私はお前のライバルとして戦わねばならない。おっと、オグリ、ここでスパート。頑張って。本駅伝は6区までとし、おっと、オグリが再びペースを。何がいけなかった。